皆さんこんばんは。本日は3年ぶり開催されて祇園祭の後祭りです。大家好，晚安。那今天要带给大家的影片是暌违3年举行的祇園祭。コロナの影響でずっと中止されてますけど、今年はようやく開催しております。那因为新冠疫情的影响，所以一直是终止的祇園祭，今年呢就是有举行。今回は特に見ていただきたいのは、今こちらの映像に流されている高山歩行です。那这一次的影片呢，特别想要让大家看看的，就是这个暌违196年搭建的高山歩行。この高山歩行はだいたい200年前に燃えされて、で今回は久々に復活しました。那这个高山歩行呢，它大概是在200年前左右呢被烧毁，那这一次就是难得的重新把它复原。やっぱり最近コロナの感染者が増えてきたようですが。で私は実際に見に行ってなかったんです。この映像は主人が撮りに行ってくれました。那因为最近新冠疫情，他在日本最近的话呢，就是有持续的在回升的样子，所以我呢是没有本人去看，那就是由我先生去拍摄。では皆さんも映像で祇園祭を楽しみください。それでは。那大家呢，就是希望可以借由欣赏影片，来好好的观赏这次久违的祇園祭。拜拜。
ダメなんだけど。